怪我で代表辞退の高井の代わりにあの有望若手ディフェンダーを A 代表初招集。日本サッカー協会 JFA は5日、高井幸寛川崎フロンターレが怪我のために不参加となり、関根弘樹はレイソルを追加招集することを発表した。関根来たー。関根弘樹選手か追加招集頑張ってもらいたい。来たー、大穴すぎるけど嬉しい。高井はダメで関根が追加招集か。五輪代表が A 代表に絡むのは良いっすね。安立吉中野とかではなく関根か。チェイス安里選手か渡辺選手と思いましたが関根選手ですか。これは期待してしまう。頑張れよ柏の大先輩のジュニアもいるしね。 3CB の右とサイドバックかな。関根がまだ大学4年生だということを初めて知った。マジですげえルーキー。いやーやなわらわら。高井の怪我は残念だが早く回復を祈る。関根も楽しみだ。まあ近い将来2人揃って A 代表の可能性もあるやろうし、今回は関根に期待。これまた面白い人選やな。